レオ・モーリツ・エビチ・ギンズブルク1979年は、ソビエト連邦の指揮者、ピアニスト、音楽教師、ロシア連邦共和国功労芸術労働者。ワルシャワのユダヤ人の家系に生まれる。ニジニノブゴロドの音楽学校で教育を受けた後、モスクワ音楽院に入学し、1923年から1928年の間、同校で指揮法を コンスタンチン・サラジェフ、ニコライ・ゴロアノフ、ニコライ・マルコに、音楽理論を、ゲオルギー・カトアール、ゲオルギー・コニウス、ボレスラフやボルスキーラに学ぶ。このタバウマン記念モスクワ国立工科大学に学び、科学技師の学位を取得、モスクワ大学では、心理学を学んでいる。年から年に、かけては、バイマル共和のベルリンに留学し、 ベルリン芸術大学で放送音競技士としての学位も習得している。ベルリン時代にはヘルマン・シェルヘンに学び、オット・オクレ・ンペラー、レオ・ブレッヒラの指導も受けた。指揮者としては1924年に活動を始め、ニコライ・ミアスコフスキー、アラム・ハチャトゥリアン、カワレフスキー、クニッペル、ラーコフ、シェバリンダの作品の紹介に努めている。1932年に モスクワ放送公共楽団、1940年に、ソビエト国立公共楽団の指揮者陣に名を連ね、1944年から1945年の間は、ノボシビルスクオペラバレー劇場の主席指揮者、1945年から1948年に、かけては、アゼルバイジャンの国立フィルハーモニー協会の主席指揮者として活動し、 1950年から1954年までは、モスクワ国立交響楽団の首席指揮者を務めている。母校である、モスクワ音楽院では、指揮法の教師として1930年より、亡くなるまでの間、およそ半世紀にわたり、教鞭を取り続けた。1939年に教授に昇格し、1940年から1943年、 1956年から1961年の2度に、渡り、主任を務めている。門弟はおよそ100人に及び、著名な者として、コンスタンティニ・ユアヌフ、ベロニカ・ドゥダロワ、イズラエル、グスマン、フアトマンスロフ、ゲンナジー・チェルカーソフ、ウラジー・ミル・フェドセエフ、ドミトリー・キタエンコ、アレクサンドル・ラザレフ、アレクサンドル・アニシモフ、ラビル・マルティノフ、パベル・コーガン、 アレクサンドル・ミハイロフ等がいる。1979年にモスクワで募集し,した。以下はメロディア録音。公共曲第13番、公共曲第15番の初演を担当。ありがとうございます。